こんにちは。東北新幹線は終点まで乗ってきました。ここは新青森駅です。まだこれから青森まで向かいます。新青森の駅周辺もね、いろいろ最近開発されてきまして、物も増えてきたようですが、やっぱりなんだかんだ青森には行きたいものです。冬のご褒美、しじみラーメン、美味しそうですね。しじみ、13個のしじみ。左側にはまだ早いかな、八甲田の樹氷。前行った時八甲田吹雪でね、スキーも満足にできなかった、ちょっと残念なことでした。ここにあるのはなんかペイントかなんかで作ったんでしょう。結構よく作られている。タッピー書いて、その近くにある、まあ、近くにあるっていうか、ここから北の方に行くとタッピー滝があるわけですが、その中を通っている北海道新幹線青函トンネルの樹氷もあります。ここにね、新青森開業8周年って書いてあるんですけど、8周年ってなんだと、新青森できてもう8年も経ったの。それはそうか、今年2018年ですから別におかしくないんですけど、昔はね、新青森っつったらなんかただの変な無人駅で、こんなところに東北新幹線なんか来んのかよみたいな駅だったの。まあ今でもね、在来線はその当時の趣、雰囲気を残していなくはないんですが、ああもう8年ですか。まあ確かにさ、そうですよね。一旦改札の外まで完全に出まして、新青森駅はね、新幹線を降りて列車とまた連絡をしているわけですが、本数はだいたいこんな感じ。まあこれ夕方だからちょっと本数が多いんですけどね、一駅だけ乗ってそれで青森駅まで移動するということをみんな求められます。新青森駅構内にある自動販売機、こういうの前はなかったんですよね。青森リンゴリンゴリンゴとプッシュしまくった結果ですよね。いやすごい、これ、1、2、3、4、5種類か。これは見る人を圧倒する以外の意味はないわけですよね。3段にする必要なんかなくて、2段ぐらいの売り方で十分なのに、わざわざ大型の自動販売機を設置しています。これ全部 JR 東日本ブランドでして、このアキュアというのはそうなんですね。北海道じゃない、東北新幹線が新青森にできてからですよ、この 100% ストレートジュースができてね。私味の違い正直よく分かんないんですけど、でも確かになんかこの津軽とか書いてあるやつ、王林とか津軽とか、これは結構甘い感じがしますよね。バイト疲れて帰る時に1本買って一気飲みするのが何よりの楽しみでした。なんでそもそもバイトどうこうって言ったのかというと、大体さっきのところで売っているものは東京でも売ってるんですね。 JR 東日本の管内だったら、リンゴジュースのやつは手に入りますんで、よかったら青森をイメージして飲まれるといいんじゃないでしょうか。でも特に青森に来るとね、その東京のあちこちで売っている JR 東日本のジュースがね、全部一揃いになっていて、おおこれかーという感じがします。大勢降りていきまして、エスカレーターのところも混雑しています。新青森駅はね、もう本当に在来線のホームはちっちゃくて、これしかありませんのでね、これ以外には在来線の止まるホームは用意されてませんから、別に問題はないんですけど、確かに新幹線の駅にしてはちょっと小さいなという感じはするかもしれません。ただ新幹線の側はかなり立派ですけどね。もともとは東京へ行く人がこの新青森駅を利用していたわけですが、東京もしくは仙台方面ね。でも今は北海道に行く人もこの新青森を利用するようになりましたんで、わかんないけど前よりも利用者は増えてるんじゃないですかね。青森駅に着きました。この新しいタイプの看板が出てたとは知りませんでした。昔はね、もうちょっと古めかしかったんですけど、だんだん青森も新しくなってきつつあります。30年前、昭和62年63年かな、それまでずっと運行が続けられていた青函連絡船、北海道までの連絡の船、それの乗り継ぎの駅が青森でして、そういうのに乗る人たちはですね、この長いホームのずっと向こうまで歩いて、上にある橋に登って、そして連絡船の方へ向かっていたんですが、現在はそっちは全く機能していません。長いホームには、せいぜい長編成でも5両ぐらいかな、もうちょっと長いなったかもしれませんが、5両かそのぐらいの列車が停車をすると、だいたいそんな感じ。少し物寂しい雰囲気でもありますが、しかしお客さんの数は相変わらず多く、東北新幹線と乗り換えて相変わらず青森県の中心の駅として機能していることが違いありません。青森駅のホームはあそこまでですが、昔はここにもですね、鉄道の線路がいっぱい引いてあって、でその奥にある連絡線に全部乗せるということをしていました。あれが連絡線です。ベイブリッジが今ではね、ここのシンボルになってますけど、こんな感じ。このベイブリッジの上にも実は登ることができますので、明日ぐらい登っても面白いかもしれません。でも一番上までは登れないか、そうか、ここまでなんですよね。そんな登っても意味がなかったかな。今ここにはこんないろいろ飾られていますけれど、これはねぶたですよね。ビニール袋をかぶせているから、今日みたいに雨が降っていても大丈夫なんでしょう。毎年8月の上旬になるとねぶた祭りというものをやっていて、私もね、2日連続で青森に見に来たことありましたけど、なかなかあれは楽しいお祭りでしたよ。ぜひ皆さんも行かれることをお勧めします。これね、駅前なんですけど、高い建物は特に見当たらず、バスが大量にたむろしていてという感じでね、この青森駅と書いてある、これがまたこういいわけですね。これ
あ、田舎に来たなという感じがします。でもあの青森を別にバカにしてるんじゃないんですけどね、あの田舎っていうとあの怒る方も中にはいらっしゃるらしいんですけど、全国どこを見てもあの青森を田舎でないという方はいらっしゃらないと思うんですね。あの私青森市好きですよ。非常に素晴らしい田舎都市だと思っています。本当に悪気ないんですけど、もしなんかでも不愉快に思った方がいらっしゃったら申し訳ありません。青森市は私はもう一度言ってきますが好きなところです。青森は雪がたくさん降る町ですから、そうするとねこのアーケードが威力を発揮するんですね。この上にある屋根、アーケードっていうんですかね、覆ってはいないけど多分そうかな。これによってまあこっちにもやっぱ雪は吹き込んではくるんですけど、そんな冬場でもものすごく雪がたくさん積もったりとかね、それからぐちゃぐちゃになったりとかしないものです。街の雰囲気もいいですね。特に雨で濡れていていろんな光が反射しています。今日泊まるホテルはスマイルホテル青森です。青森から歩いて10分くらいかな、ちょっと離れてますけど、まあ、街の様子を見ている間にすぐ着いちゃうかなといったところです。今の時間まだ7時なんでね、これからまた夕ご飯でも食べに行こうかなと考えてますけど、でも詳しいことはまだ明日。スマイルホテルはねここめちゃくちゃ安くて、今日当日割引とかなんかあったのか知りませんが、前もねなんか2000いくらとかで朝食付きだったし、ここの朝食美味しいんですよね。それからそうじゃなくても今日、確か普通3000円とか そんぐらいで取れましたが、1人3000円ですよ。安いな。しかも新しくリニューアルされているところ、外観はそんなに、ね、新しくないんですけど中はとてもいいです。ただこの冷蔵庫はリニューアルされなかったみたいだな。なんかそんな感じがしますよね。いつ作ったやつなのかな、どっか書いてあるかもしれません。エレベーターもちょっと古いですけど、まあそのぐらいは気にしないことにしたいと思います。そんなことまでいちいち言ってんならね、高い金出してもっと別のホテル泊まれって話ですから。でおはようございます。翌朝になりましたけど、あの信号渡った方がいいな。風が強くなりましてね、また昨日雨が降ったからか分かりませんが、今日は天気はいいんですけど結構ね寒くなりましたよ。青森らしい寒さ、まあこのぐらいの方が青森っぽくていい気がしますけど、青森県は本当に青森県っていうか、特に青森市は海がそこですね。風が強いですから冬になると大体こんな感じ、こんな感じって言っても寒さが分からないと思いますけど、刺すような寒さでしょうか。手袋だけはちゃんとしといた方がいいと思います。で青森駅のこの正面のところまで戻ってきました。結構私の泊まってたホテルは遠かったんですけど、右側にベイブリッジがあって、この道の名前を何というのかな、どっか書いてあったはずなんですけどちょっと分かりませんが、まあ大体この新町と書いてあるこれを目印に行かれるといいと思います。駅前のこのショッピングセンター、なんて言ったかな、これも忘れちゃいましたけど、アウガだったかな、アウガのこの角をまっすぐ行きますと、そのこの辺りにですねあります青森魚菜センターと書いてありますが、ここで朝ごはんを取ることにします。ちょっと見えます、朝ごはんの名物は、朝ごはんというかもう昼になってるんですが、何でもいいからとにかく名物のっけ丼をいただきたいです。すごいダサい感じなんですけどね、それは外観だけです。いや中も別に生かした感じになってませんけど、まだ朝だから始まってないってことはないと思いますが、車が前につけてますね。好きな食べ物を買ってご飯の上に乗っけるという方法は青森と函館と釧路と日本に有名なのでは3箇所ありますが、私が知る限りでは青森ののっけ丼が一番安くてコストパフォーマンスには優れているそうです。こんな感じで食事券、回数券タイプになっています。前1000円だったような気がしたけど、これは勘違いかな、1300円で10枚、でこれでこれをピリッと1枚渡すと食べ物と引き換えてくれるというやり方で、市場に入って一番最初にまずこの金券と現金を引き換える必要があります。函館とかそれから釧路では現金をそのまま市場それぞれの店で支払って交換をするというやり方を取るわけですが、こちらはそうではないですね。1300円分でこれですからね、ちょっとね安すぎるんだよな本当に。なんでこんなに安いのかと思うんですけど、だいたい1枚とかねそれぐらいでかなりたくさんくれるんですね。で今日だけ大特価とか言ってますが、いつも大特価をやってるような気がします。それは悪い意味で言ってるんじゃなく、いつも格安でやってくれているという意味です。釧路ではね1300円ではこんなにならないし、函館も観光地価格なんですが、ここはあんま観光地客から取ろうって感じじゃないですね。東京で1300円でこんな立派なもの食えるかっていうと、それはまた微妙なところだと思いますけどね。かなり新鮮で、午前中に来た方が市場も清潔な感じがするし、物も多分新鮮なんじゃないかと思いますよ。
ご飯よりも具の方が圧倒的に多いので、計画的にご飯を食べないと足りなくなるかもしれません。だから大盛りをおすすめすることもありますけれど、まあ、それだけではなくてね、もうこんな1300円でしかもまだ紙が余っているのに、それでもこんだけ贅沢な思いができてしまう。ご飯が足りないっていうのはちょっと贅沢をしている感じに簡単に浸ることができると思いませんか。青森県の名物といえばホタテです。リンゴも有名ですけれど、リンゴも日本一ですが、ホタテの水揚げ量も青森県は日本一でして、特に冷凍された感じがしない、まあ絶対されてないわけですけど、こういう美味しいものが安く手に入ります。本当に、ね、安いんですよね。これで確かホタテの貝柱が2つと紐のおまけもついてね、1枚あたり換算で130円のこの食事券が、これで2枚だったかな、それでもらいましたよ。さっきなんかね、マグロもこんな大きいのが赤身が2枚で130円分とか、随分安く済むもんだなと思うもんです。余ったキップでね、これでしじみを交換してきました。しじみ汁、青森県のしじみの漁獲量は全国今2位だそうですが、2014年ぐらいまでは1位だったそうです。しじみといえば松岡修造で有名になった宍道湖だと思いますが、島根県と青森県が2大トップになっておりまして、もう第3位が、ね、茨城県らしいんですけれど、茨城県が800トンぐらいなのに対して、青森県島根県は3000トン台だということですから、もう全国の2トップ、確かにすごいんだなと思います。私はどっちかというとね、青森の方がしじみのイメージは強いんですけど、十三湖という汽水の湖があって、そこで採れたしじみが名物です。こんにちは、青森県青森市です。青森の街中の様子を皆さんにご覧に入れたことは今までもあったと思うんですけど、でも、まあ、てか大体ね、どんな街も1回ぐらいやったことがあるんですが、割と普通に行くようなところは行かなくてね、お金かからないような回り方しかしてなかったんで、まあ、今回も別にベラボーにかかるわけではありませんが、いわゆる標準的なものをやりたいと思います。ここにありますのはアスパムというやつでして、青森サイトシーイングプロダクト M はなんだっけな、忘れちゃいましたけど、青森観光物産なんとかとか書いてるやつね。この変なとか言ったらね、あれですけど、三角形みたいな形をしているこの建物ですが、一応青森のランドマークとして知られています。これはね、確か昭和60年代とかに作った、まあ古いやつなんですよね。でその手前側にこう斜めになってる、これは青森のベイブリッジで、これもまたランドマークです。青森市にはランドマークがいっぱいありますけど、まあ、どれも象徴的な形をしてましてね、街の雰囲気私は好きですよ。今日は12月の、5日かな、5日、だいぶもう寒くなってきて、昨日は10度ほどありましたが、本日は今気温は2度3度そのぐらいのようで、また木枯らしも吹いているところです。本当に寒いのでね、一刻も早く逃げ込みたいって感じなんですけど、青森県民はみんなね、普通に、なんすか、まだこういう上着とか着ないでね、ただのスーツ姿とかでブラブラしてますんで、何考えてるんだと思いますが、非常に尊敬します。で13階にですね、展望台がありまして、よし、じゃあ13階行ってみようと思ったんですけど、その上に14階ダイニングカフェっていうのがあるんですね。ああ、これ14階でなんかお茶でも飲んだ方がいいんじゃないかという気がするんで、ちょっとね、とりあえず13階も押しちゃったんですけど、一旦スルーして14階まで上がってしまうと思います。なんかそれで十分な気がするんですよね。でまあダメでも別にお茶飲んで出てくることは特に損ではないから、13階に着きましたけど、よかった。この目の前に受付とかがあってね、いらっしゃいませとか言われたらちょっと嫌でしたからね。14階に着いたんですけど、こんな感じで、さっきまではね、こっちガラスになってたんですけど、見えなくなってるよ。上はこんな感じになっていて、これですね、私も初めて見たけど、いや確かに青森らしい素晴らしい景色だと思います。青森駅はこのベイブリッジの下にありまして、ここがそうですね、青森の駅のホーム。今列車はいないみたいですけど、連絡線がここに止まっています。まあこの連絡線はもう今使わなくなってしまったものですが、ベイブリッジを渡って青森の向こう、ちょっと市街地の外れの方に進んでいくと、どこにも別の船着き場がありまして、どこかな、これだ、津軽海峡フェリーと書いてある、イルカの絵が書いてあるこのフェリー、これが函館と青森の間を今も結んでいます。そしてまた彼方にあるあれが北海道新幹線で、今列車は多分いないと思いますけれど、あそこをあのままずっと走っていって、その先津軽半島の蟹田の方まで行って、地下に潜り青函トンネルを抜けて北海道に至るわけです。天気が良ければここから北海道を望むことができるようですが、今日は残念ながら北海道側まで見ることはできないようでした。すごいな、ここまで本当に見えるんだもんな、大したもんですけど、もうこれより先は見えないでしょうかね。津軽半島はかなり先まで見渡すことができまして、多分タッピー崎まで全部見えるんじゃないかな、そのぐらいの天気はいいはずです。これがそうですね、津軽半島の突端、
でこの辺りではもう北海道新幹線はこの辺り海の深くまで潜っています。あれごめんなさい、順番めちゃくちゃなんですけど、さっきその喫茶店に行くつもりだったんですが、ただやっぱり、ね、喫茶店よりもここの方が空いておりまして、向こうは結構お客さんもいっぱいいたし、それから立ち歩いてね360度が見られるわけでもないので、ちょっとやっぱり景色を楽しむには勧められるところではないように思います。昨日買ってきたやつ、パティシエのリンゴスティック、青森県の名物です。青森の町の市街地中心部といったら大体この辺り、あそこに青森駅があって、この裏側かな、多分駅舎は見えないけど、まあこれか、こっからこうこんな感じですよね。高い建物がたくさん連なっていて、青森県の中で多分一番の大都会がここか、まあ、もしくは弘前市の中心部、多分弘前市よりはね青森のここの方が栄えてると思いますよ。一応インターネットカフェとかね、それからホテルとかそういうのもたくさん揃っていて、青森県で一番物が揃うのはここでしょうね。毎年夏のねぶた祭りの時期にはこの道を交通封鎖して、そしてまああの辺からもこう歩いてきたりしますよね。こんな感じでこう街の中をぐるぐるとねぶたが練り歩くということをします。でねぶたの練り歩くゴールは確かこの辺になっていたはず。どこが終了の地点なのかよく分かんないんですが、アスパムの近くのところまで来てましたね。前見た時は向こう側の山が連なっているのは下北半島です。下北半島はあそこで終わりではなく、かなり先まで大間崎の方までぐるっとこう回り込んでいますから、多分大港とかがですね向こうにあるはずなんですけど、ちょっとかすんでいますが見えますでしょうか。これね、こんな感じでこう山山山とこうずっと続いていて、あれは北海道ではないはずです。ここら辺がこのこちら側から見える下北半島の突端、青森県からねこのように真北の方向を向いてもまだ正面に青森県の土地があるわけです。でそしてここが今大間崎のすぐ近くのあたり、まあ、大間崎とは違うんですけど、青森県の下北半島の突端だというふうにお伝えしましたが、左側を見ますとこっち側には津軽半島の龍飛崎周辺がありますので、こんな感じでね青森はかなり大きな大きな湾になっています。ぐるーっとこんな感じでね、またこの青森自体も湾になってるんですけど、おお走ってる走ってる、昨日から紹介し続けてますが、青森にいる限りリンゴジュースにはこと欠きません。いろんな種類のリンゴジュース、青森県産のリンゴ果汁 100% のジュースが売っていて、どれも非常に美味しいものです。レギュラータイプとかね、そうじゃないのもいろいろあるんですよね。こんな自虐的なものまでね出てきましたんで、あらーと思うんですが、まあ、全部有名なやつですよね。青森県に他にもいいものがあるのになんで見てくれないんですかと、ちょっと卑屈になっているポスターがあります。でこの中でもいろいろ青森県の名産なんか売っててね、いや素晴らしいの限りです。ここにこんなこうあのねぶたとかね、初めて来た観光客なんかにも人気を博しそうなところとか、あのこうおすすめできるところなんですけど、ただね唯一の問題点がこのアスパムというのは、なんかね名前がアスパルテームに似てるんですね。こう人工甘味料みたいな名前よくありません。なんでこんなふざけた名前と思うんですけどね。あのここで売ってるせっかくのリンゴもなんだかまずそうな甘みに感じてしまうんですが、まあ、あとはこれがねあのアスパルテームじゃない、それじゃない名前に変えれば完璧ですよ。でアスパムもいいんですけど、多分青森市内で一番お客さんが来ているのはここだと思います。ここかもしくはあそこのねぶたの里、まあ、どっちかだと思うんですけれど、これはもともとこの辺りで使っていた青函連絡船の保存船メモリアルシップ発行だまるとここに書いてあります。今は新幹線で新青森から新函館まで50分、1時間それぐらいかな、そんぐらいで結んでますけど、昔はこの青森駅から3時間と50分要していたんでした。こんな感じでね、あの見ていただくと分かりますが、レールがここに引いてあって、でこれで向こうのレールとつないで青森駅からそのまま車両を輸送するようなことをやっていた船ですが、で現在はもう完全に使われなくなってここに止められ、そして保存展示がなされています。詳しいことは後でご説明、後でというかあの鉄道チャンネル、スーツ交通チャンネルの方に出しておくと思いますけど、簡単に皆さんにもね今でもご覧に入れるかもしれません。とりあえずこんな感じにさせてください。連絡船の見物を終えまして、もともと鉄道施設があったようなところ、このねいろいろ線路が敷いてあったんですけど、そういう線路がなくなった分新しい建物を建てる余力ができましたんで、できたあの観光施設みたいなところでね、まあ、要するにあのリンゴのお菓子を買ったんで、まあ、それも後で紹介しますけど、あのやっぱり青森県といえばホタテだと、さっき朝の動画で
あれをご紹介しましたね。のっけ丼をご紹介しましたけど、それ以外もですね、私が鉄道マニアの仲間とかからここはうまいぞということで、中学生の時に教えていただいた幼い食堂という美味しいホタテ屋さんがありましてね、ホタテとかそれからまあ他にもいろいろあるんですけど、出してくれるところがある、まあ、値段はねすごい安いというわけではないんですが、青森の駅前でずっと伝統的にやっているところですから、ぜひ皆さんにもそこをご紹介しようと思います。駅前のねこのファミマのすぐ脇の店でお土産売ってるんですけど、よくこれを買ってくるんですね。味噌カレー牛乳ラーメンね、これもまた青森県発祥の謎のラーメンですが、まあ、他のところで流行ってないのを見ると青森でしか通用しない味なのかと、意外とそうでもなくてね、これのファンということで全国から買いに来るような人もいるんだそうです。私もその店で味の札幌っていうところでやってるんですけど、まあ、そこで食べることもあれば、まあでもなんか最近はカップラーメンを買っていくことの方が多いかな。これがねカップ麺は結構美味しいと思うんですよ。で着きました、ここがお食事どころ幼いですが、あら今日はなんだ、あ16時よりの営業となります。ちょっとだけまだ早かったようですね。で15分20分ぐらい時間潰して空きましたんで入ります。なんかね昔は駅の職員さんとかがゾロゾロ乗ってきていたらしいですよ。乗ってきてきたっていうかやってきてたらしくてね、有名なお店だそうです。膝のお皿が正しい位置から外れ歩けなくなってしまう病気、高額的に多く見られる症状で状態によっては手術が必要。しかし自分はい、諦めてちょっといろいろ刺身バターエッグフライとか。ちょっとあそこはね値が張るんですけど、味は確からしい。実際ねホタテのバター焼きとかそういうのが美味しい美味しいとみんなおっしゃっています。実際美味しかったです。これで今回の東北旅行も全部終わり、また2週間後ぐらいに東北に来ますが、ちょっと寒すぎましたね。本格的な冬の支度をしてからまた訪れたいところです。まあ、あとは体をちょっと慣らさなきゃいけないという問題もありますが、ご視聴ありがとうございました。といってもまだ帰りの新幹線がありますけどね、新幹線に乗る人のためだけに走っているのがこの列車です。こういった列車が青森駅では最近多く運転されるようになりました。北海道新幹線ができてからね。これだけですかね。はい、じゃあこれを一つお願いします。あ、ご存知なんですか。